中村光夫2月5日から1988年7月12日は文芸評論家、劇作家、小説家、本名、小林一郎、明治大学教授、東京帝大在学中から評論をはじめ、近代リアリズムの正当論に立脚した多彩な評論活動を展開。特に、私小説批判を中心に、日本の近代小説の歪みを指摘した、 風俗小説論で知られ、戦後の文芸評論に大きな影響を与えた。第六代日本ペンクラブ会長、日本芸術院会員、文化功労者、東京市下役練備町生まれ、祖父、小笠海は医師。1917年、本郷区の東京市大岩家神上小学校に入学。東京市茂行県尋小学校に転じて卒業後。 1923年に、東京高等支配学校付属中学校に入学。付属中の同級生には、石川薫、島田秀夫、小川平志郎などがいる。1928年第一、高等学校文科兵類入学。1931年4月、東京帝国大学法学部に入学するが、6月、退学。翌1932年4月、 東京帝国大学文学部仏文学科に再入学し、1935年3月に卒業。卒論のテーマはギ・ド・モーパスさん。この時期はプロレタリア文学にも影響を受け、そうした修作も書いていた。大学時代から文学界に評論を発表、1935年文芸辞表を連載して、新進の文芸評論家として注目される。 1936年4月から10月同士に連載した二葉亭氏命論で第1回池谷新三郎賞受賞。1938年フランス政府に招かれて突出しパリ大学に学ぶが、1939年第二次世界大戦勃発に伴って帰国。同年吉田健一、西村隆治、山本健吉と同任し、批評を発行した。 1940年外務省職宅となり、1941年、これを実施して、筑麻処防顧問となる。戦後は、鎌倉アカデミアで教弁を取る。1949年により、明治大学教授。同年、庭文優とリアリズムをめぐって論争し、1950年、近代日本文学批判である、風俗小説論を、文芸2月から5月に連載。 6月上司する。また1951年には、カミュ、異邦人をめぐって、広津和夫と論争。翌年読売文学賞受賞。谷崎純一郎論を上司。1954年、志賀直哉論を上司。いずれも大やを否定する内容であった。1956年、芥川商選考委員となる。1957年最初の議曲、人と、 狼を発表し話題となる。1958から60年には、大岡翔平、福田恒あり、三島由紀夫吉田健一、吉川一次との集い、パチの機会で、丸禅を発行元に、機関同任し、声を1 0を発行した。同時期に、双葉亭氏名伝を上司、再び読売文学賞受賞。1959年には、 再び政治小説を、お、中央公論に発表して、話題となる。1962年日本近代文学管理時。1963年京都大学へ講師に赴任したが、この時の教え子に、曽川信介がおり、曽川のために数年間、毎年兄弟へ行ったという。同年初の小説、我が生の白書を、発表、上司。1965年曲。 奇跡一世で三度、読売文学賞、1967年明治期の作家、長田修斗を描いた偽の偶像で野間文芸賞を受賞。1967年日本芸術院賞受賞。1970年秋に芸術院会員。1981年明大を定年退任。1982年秋に文化功労者。 1988年7月12日、肺炎のため、神奈川県鎌倉市大木ガヤツの自宅で死去、77歳坊つ。戦後間もなく、風俗小説論で日本の死小説を厳しく批判し、島崎東村の破壊のような本格小説が出たのに、田山方への布団のようなものが出て、日本の小説がダメになったと主張した。 1955年から30年間、芥川小選考委員を務めたが、中村が退任した以降は、選考委員は作家のみとなった。近代仏文学の分野では、ギュスターブ・フローベールのボバリー夫人も翻訳し、ハスミ・シゲヒコと共同作業を行い、ハスミに影響を与えた。独特のデスマス文体による評論は、当人は文章を長くして、 原稿料を余分に取るためと倒壊していた。姉重子は、作家、深田久也の二度目の妻。弟、小葉二郎と、小林三郎は共に、理論物理学者。最初の妻との間に二次があったが、中村が43歳児に妻と、死別、二度目の妻の小葉久美子は、劇作家でもあった。没する直前に、カトリックの洗礼を受けた。ありがとうございます。